この物語はフィクションである。作中のいかなる人物、思想、事象も全て紛れもなく、お前の現実に存在する人物、思想、事象とは無関係だ。だが忠告はしよう。関われば例外なく茨の道を行くことになる。この光景を見ているお前は、それでもこの物語に参加したいということかな。確かに見たぞ。お前、選択したな。この同意を得られなかった側に、お前のような人間がまだ残っていたとは。ふっ、待っていろ。会いに行ってやる。すぐに始末しろ。落ち着いていこう。お前ら怪盗ディアスか。戦力比較問題なし。ジョーカー、そのまま倒しちゃって。アルセーヌ、仕留めるぞ。
ペルソナ。The stuff is that what you do? Is that all you're made of? Whatever ain't right, brood it on yourself. Revisit your act, return top and relief. Living on a guideline, then they stand out, cold up and dread. Instead of being bitter, back up, go grab your key.到着いたします。危険ですから黄色い線の内側までお下がりください。電車とホームとの間が広いところは足元に十分ご注意願います。
何よ。あ、飛んだ。じゃあホームルーム終わりね。進路志望調査のプリント後ろから回して。あ、名前書いてるか確認してね。当たり前のこと言うけど、ネットで使ってるアカウントとかじゃなくて本名よ。私だったら片山久美。いい？こんなことから言わないとこっちの説明不足になるってさ。名前書き忘れないでね。出会えたようだね。ならばようこそ。君が見ているこの光景のことはベルベットルームと呼んでくれたまえ。ああ、自己紹介が遅れたね。私のことはイゴールと呼んでいただこう。そしてこの者の名はメロペ。私に仕える従者だ。メロペである。よろしくお願い申し上げておく。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。君は何らかの形で選択をしているね。故にこの場所に客人として訪れている。その通り、我々は君を客人として歓迎しているのだが、無自覚とは。なるほど。この部屋のありようを見ればそれも合点がいくね。例えるなら、心の海に開いた海底トンネルとでも申し上げておく。だが君は自らの意思で知りたいという欲望を示してみせた。かような世界の人間でありながらだ。今はそれでは、こたびはこの辺りで。ああ、すまない。最後に一つだけ。無欲は時に、君が君自身を放棄することにもなりうる。かような世界に、あなた様のようなものがある。ゆえの、
主からの忠告、心得。お引き止めして悪かったね。それではまた。どうしたの？急にぼーっとして。進路のところチェックつけてないけど。新井さん、どうかした？あ、片山先生。チェックついてない子は今回は特に死亡なしってことらしいから、もらっていくね。片山先生、例のあれ出たね。怒ってる。じゃあホームルーム終わります。あ、そうだ、最近また例のファントムって事件、被害に遭う人増えてるみたいで、泣き寝入りしかできないって話だし。そのせいかぼーっとした子も多くてさ。みんなも浮かれて標的にならないでね。ただでさえ枯渇の制服って街中で目立つから。じゃあ今日は終わります。だからそっちが歩きながらスマホをいじってたからぶつかりそうになったんでしょって話をしてて。あ、君ちょっと。いいわ、行きなさい。今度から気をつけてね。ごめんね、ホームルーム終わったばっかなのに。すぐ済むから。さっき目の前で見ちゃったからさ。白紙、本当に何もないの？将来の希望とか何でもいいんだよ。そう、それ考えはあるけど答えたくないって受け取っておくよ。でもこれも私ら大人がこの子らに何も見せてあげれてないからで。大丈夫、予定外だけど入れとくか。ああ、進路さ、何かあったらいつでもいいから声かけてね。話聞かせてくれてありがとう。気をつけて帰りなね。あ、またアップされてる。
謎の液体かけてくる迷惑男だってさ。うわ、動画もガチじゃん。もう誰かがマガ通信に送ってるみたい。マガつかみのファントム認定出るかもね。てか、こういうの事件になんないの？警察…わかんないけど、無理なんじゃん？ファントムに会ったら仕方ないって諦めるしかないっしょ。おしゃべりなら学食でなさったら。廊下は走らない。種村先輩としゃべっちゃった。風紀委員でお嬢様とかマジ漫画っしょ。憧れる。まったく。あなた大丈夫だった？通れなくて困っているように見えたから。礼はいらないわ。私は風紀委員の役割を果たしただけ。利己的とでも言うのかしら。周りの迷惑を考えない子最近多くて。あなたも自分で声をかける選択を忘れない方がいいと思うわよ。人には自分の意思で動く力があるのだから。ごめんなさい、余計なお世話だったかな。私はこれで。本当にあいつなのか？まもなく発車します。閉まるドアにご注意ください。飛び降り？ああ。まあ、けどあの高さなら助かるんじゃね？でも気持ちわかる。生きててもいいことないし。
つか動画撮っときゃよかった。来られていながらも己の意志に疑問を抱くことができるか見つけたぞ。やっぱりお前でよかったんだな。約束通り会いに来てやった。一つ忠告してやるが、見えてないってことと、もともと備わっていないこととは別物だ。わしにはお前が前者であってほしいと願う欲望がある。そこを見ろ。マジ危ない。無作為の侵入にしてはいい場所を引き当てたな。よく見ると悪くない面構えじゃないか。うむ、それは当然の反応だな。知りたいという欲望を抱きつつあるいい兆候だ。それでこそ会いに来た甲斐がある。お前の名前は知っている。わしのことはルフェルと呼んでくれていい。名前呼ばんのか。おかしい、人間の自己紹介としては完璧だったはずだが。まあいい、お前もまだ困惑してるのだろう。ただ今は時間も限られている。ここはお前の知る現実の世界ではなく、人々の集合的無意識、今現実世界では様々な欲望が失われつつ、この世界がまがまがしくも崩壊。まさにお前が今抱いている、それらもすべて。信じる信じないは任せる。だがお前も例外なく取られているぞ。どうやら感づかれたらしい。まずは脱出を優先する。いいからついてこい。進むぞ。こちらだ。
先ほども話したが、お前も感じたことはないか？誰かのせいで仕方ないと諦めたり、欲望と聞けば、ま、それを放棄したり、お前も見ただろう。もちろん。だが、そして、ち、やはり立ちふさく。シャドウだよ。わかりやすく言えば。奴らに善悪はない。欲望のまま人間を襲う。だが、まだ本来の姿。駅の周辺で欲望が枯渇し、ああ、こいつらシャドウは人間が欲望を奪われている原因の一つだ。とにかく、お前は逃げろ。見えてないってことと、もともと備わっていないこととは別物だ。今のお前は本来のお前ではないとしたら、あなたも自分で声をかける選択を忘れない方がいいと思うわよ。お前には取られているものがある。それは本来お前のためだけにあったもの。無欲は時に君が君自身を放棄することにもなりうる。自己を偽り忘却し、己が意志を捨て続ける。今のお前は自身がどう見えている？どうする？ここで物語の結末を迎えるというのなら、それもまたお前の選択。今一度お前に問おう。取られた側のまま未来すら手放し、命をも捨てる。その選択で良いのだな？そうだ、その選択を聞きたかったのだ。己の意志で無欲と決別して見せてくれ。選択したのであれば掴めるはずだ。恐れるな。誰に何を言われようと、見えているなら掴み取ればいい。
まさか。よもや今日という日を迎えられようとはな。我が名はヤノシーク。その魅力で荒ぶる欲望を滑る者。今より我らはこのベルトさながらに固く結ばれることに。はあ、さあ契約だ。我は何時。目にもの見せてやれ。おいら何の用だ。その姿聞くまでもないが。はあ、あの姿は死にたくなければその手にある武器。終わりだ。